京王線は、東京都千代田区の東京駅から、東京湾湾岸沿いを経由して、千葉県千葉市中央区の蘇我駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。この他に、千葉県船橋市の西船橋駅と、南船橋駅の間及び西船橋駅と、市川市の市川塩浜駅の間に支線を持つ。駅ナンバリングで使われる、路線記号は10。 京葉線の正式な区間は、となっており、右表のように、起点駅と終点駅が、それぞれ3駅ある。しかし、JR 東日本の路線図や、書籍の駅一覧は、東京駅市川塩浜駅南船橋駅、蘇我駅間、市川塩浜駅西船橋駅間、西船橋駅南船橋駅間を、京葉線として表記している。よって、本では、 東京駅、蘇我駅間を、本線、市川塩浜駅、西船橋駅間、西船橋駅、南船橋駅間を支線として、扱い、それに応じて、各項目を記述する。なお、支線の内前者を、高谷支線、後者を、二股支線という通称名で記述する場合もある。京葉線は、日本鉄道建設公団により、 大都市交通線として建設された路線である。JR の前身である、日本国有鉄道の末期に一部区間が開業し、後の国鉄分割民営化後の二度にわたる延伸を経て1990年に全線が開通した。そのため、京葉線の鉄道施設は、高段の業務を承継した鉄道建設、運輸施設整備支援機構が保有しており、 JR 東日本は開業後40年間貸付料を支払う。全線開業後は、東京から千葉、蘇我まで総武本線のバイパス的役割を果たすとともに、東京都心と沿線の東京ディズニーリゾートや、幕張メッセゾゾマリンスタジアムなどのある、幕張新都心を結ぶアクセス路線となり、また、沿線の船橋市、浦安市、千葉市などの生活路線ともなっている。 沿線の大半が、東京湾の埋め立て地であり、新しく開発された町が多く、幕張ベータウンや海浜ニュータウンなどの住宅街や、イクスピアリ、ララポート東京、ベ英、イオンモール幕張新都心、三井アウトレットパーク、幕張などの大型商業施設が集積する、ショッピングセンター激戦区になっている。蘇我駅で、内房線や外房線と接続しており、東京駅から、 暴走方面へ向かう特急列車が道路線を経由して運行されている。各駅停車、快速電車も朝夕ラッシュ時に内房線、外房線、東金線との直通運転を行っている。また、武蔵野線の大部分の電車が西船橋駅から東京駅あるいは南船橋駅、新習志野駅、海浜幕張駅まで乗り入れる。 2008年3月31日に発表された JR 東日本のグループ経営ビジョン2020挑むムマイナスにおいて京王線は武蔵野線、南部線、横浜線とともに東京メガループに指定された。施設との接続で重要な役割を担っているとして今後利便性、快適性を輸送サービス、駅設備、 生活サービスのそれぞれの面から向上させるとしている。2015年には JR 東日本の選ばれる沿線ブランドの確立を目指す取り組みの一環で進化する毎日。京葉線をコンセプトワードとして京葉米サイドラインプロジェクトを開始した。ラインカラーは赤。首都圏の JR では京葉線のみが使用するカラーである。 京葉線の計画以前に京成電鉄が京葉線とほぼ同じルートで自社線のバイパス路線の建設を計画していた京成電鉄が浦安沖のサスを埋め立てて開発をし京成の社長が誘致した東京ディズニーランドはこの新規路線の沿線開発の一環であった京成電鉄がその路線計画から手を引いた後国鉄が それまで計画していた汐留月島晴海、越中島間を結ぶ月島線構想に代わる貨物線として別途計画され、日本鉄道建設公団により大都市交通線として建設された路線が京葉線であり、後に旅客線化された。なお、京葉貨物線の旅客線化が決定する以前にも京葉貨物線沿線にある海浜ニュータウン周辺から 東京都心方面へ通勤、通学する住民のために、京葉貨物線を利用して、英団地下鉄有楽町線へ直通運転させる計画が存在した。西船橋駅付近のデルタ線高架の設計、建築は、貨物扱いを前提としたもので、川崎製鉄千葉製鉄所内への乗り入れ分岐部分や、千葉貨物ターミナル駅の東京型発着分岐部分、 京王電車区脇の地平への分岐部分など、貨物列車用として用意された数多くの分岐の配線部分及び未完成部分が見受けられる。西船橋駅周辺のデルタ線もその名残である。これらの構造を活用して、2000年12月2日から、これまで総武、新近、常磐線経由で、武蔵野線へ走っていた京王臨海鉄道発着の貨物列車が、 ソガ駅西船橋駅間を経由するルートに変更された。新規バイキ東は将来の複々線化が容易にできるような設計で建設された。例えば、二股新町駅付近で西船橋方面とソガ方面とを結ぶ支線が京葉線下り線を乗り越える箇所は現在の下り線の北側に線路を増設できるような設計になっており、 千葉県内では1978年に千葉県企業庁と鉄道公団との間で交わされた覚書に基づいて千葉県企業庁が京葉線に沿って複々線化用地を確保していたがその後覚書は破棄され千葉県企業庁は JR 東日本に複々線化用地の買い取りを打診したが JR は買い取らなかったので用地は 東京湾岸道路の拡幅に転用されることとなった。なお、1975年の蘇我駅から千葉貨物ターミナル駅までの先行会行事には、蘇我駅から宮古川信号場までは、川崎製鉄の専用線を通り、千葉貨物ターミナル駅に向かっていた。また、東京外環状線の計画段階では、新規バイキーについては、 国道357号沿いに直進して、東京臨海副都心を経由し、東京湾横断後品川不動直下で南進、東京貨物ターミナルに接続させる予定であった。計画変更時に新木場駅、東京貨物ターミナル間の軌道はほぼ完成していたため、季節設備を利用して、東京臨海高速鉄道臨海線が開業している。 品川府頭のトンネル内分岐点から南の区間は当初接続予定であった東京貨物ターミナルの隣にある同社のヤシオ車両基地への回送線として使用されている。東京延伸開業時に高橋ルミコデザインによるマリンというイメージキャラクターが登場した。オレンジカード、駅に飾る、タペストリー、電車の前面に装着する前線開通とマリンです。 どうぞよろしくの2種類のヘッドマークなどが制作された。2016年9月25日に東京圏輸送管理システムが導入されたが、これは東京23区内を走行する JR の在来線の中では最も遅い導入となった。全線開業20周年記念ヘッドマークをつけた209、軽電車京王線の列車の運行形態を 列車種別ごとに分けて解説する。京葉線を経由して、外房線の特急、我が塩が上下24本、内房線の特急、さざ波が下り5本上り3本、それぞれ運行されている。これらの列車が京葉線を経由しているのは、特急、成田エクスプレスの運行開始に伴って総武快速線において、線路容量が不足したことが背景としてある。 当初は、京王線内と中駅は、無停車であったが、2000年12月2日の改正で一部列車が、幕張新都心の海浜幕張駅に停車するようになった。そして、2007年3月18日の、ダイヤ改正から、東京発16時までの下り及び海浜幕張発11時、以降の上り前特急列車が、海浜幕張駅に停車するようになった。 京葉線内運行列車は、東京駅、新奈良市の駅、海浜幕張駅、蘇我駅発着で運行されており、日中時間帯は1時間に7本運行されている。ただし、海浜幕張駅、蘇我駅間では、運行間隔が広がる。他路線との直通運転は、以下の通り行われている。通勤快速通勤快速到着時のかまどり、駅ホーム平日の朝に、 上りが4本、平日夜間に、下りが2本運行される。東京近郊の路線の中では、停車駅が少なく、東京駅、蘇我駅間の途中停車駅は、八丁堀駅、新木場駅のみで、東京ディズニーランドがある、舞浜駅や幕張新都心のある、海浜幕張駅にも停車しない。新木場駅、蘇我駅間で、先行する快速などを追い越す。 全列車が内房線、外房線、東金線と直通運転を行う。種別カラーは赤。外房線への通勤快速は東京駅、本田駅間は外房線方面の列車と東金線方面の列車を並結して本田駅で切り離し、翌朝には本田駅で両線の列車を並結して東京駅へ運転されている。そのため、 この列車に関連する運用では分割、併合に対応した編成が重当されている。快速 e 2 3 3系5 0 0 0番台の快速表示日中時間帯は1時間に3本運行されている。種別カラーは緑。各駅停車との接続は、東京行きの上りは、海浜幕張駅で日中に、下りは、平日朝夕の一部と、 土休日のほぼ終日の時間帯に新浦安駅で行っている。また、南船橋駅発着の武蔵野線直通と接続する。途中駅での特急列車の通過待ちまたは、時間調整をする列車が多く、最速の各駅停車よりも所要時間がかかる列車もある。また一部下り列車は、海浜幕張駅で通勤快速の通過待ちをする。 2010年12月4日改正より、日中の1時間1本が、外房線和佐一宮駅発着で、直通運転を行っており、これらの列車は、外房線内は各駅に停車し、また、蘇我駅では、内房線方面の列車との同一ホーム接続が、図られている。蘇我駅、内房線、君津駅、東金線、鳴門駅の列車。 日中の外房線カ佐一宮駅の列車は、海浜幕張駅から終点まで各駅に停車するが、案内は全区間で快速となる。2013年3月16日改正では、平日朝通勤時間帯の快速の運転が廃止されて、各駅停車のみの並行ダイヤとなり、快速通過駅からの乗車機会が増加した。2015年3月14日改正では、 平日日中の1時間の本数が3本に増発された。2016年9月24日までは、武蔵野線に直通する武蔵野快速と区別するため、各駅の案内を中心に、京洋快速という表記が用いられていた。武蔵野快速の廃止後も京洋線の快速は京洋快速と案内されていたが、 同年9月25日のアトス導入に伴い、発車表の表示が変更され、単なる、快速表示となった。各駅停車すべての駅に停車する種別である。種別カラーは青。日中時間帯は1時間に4本運行されている。この時間帯は平日ダイヤの1時間に1本が、東京駅、蘇我駅間で運行される以外は、東京駅海浜幕張駅間で運行される。 平日の日中以外は新浦安駅で快速の待ち合わせを行うことが多いほか、一部列車は、千葉港駅、海浜幕張駅、新奈良市の駅、新浦安駅、河西臨海公園駅のいずれかで、特急や通勤快速の通過待ちを行う。朝の一本は、外房線、本田始発、夜間の一部列車は、内房線機密始発、外房線かずさいの ホンダ始発である。平日朝のホンダは、京葉車両センターから改装されて、営業運転される。また、後術の武蔵野線直通列車を保管する形で、東京駅発着の武蔵野線直通列車と、連絡する西船橋駅南船橋駅、新柄市の駅、海浜幕張駅間の区間運転の列車、海浜幕張駅発着の武蔵野線直通列車と、 接続する東京駅西船橋駅間の列車が夕方夜間に運転されている。特に東京発西船橋駅の列車は e 2 3 3系に限り種別表示が普通となる。武蔵野線直通列車あたり線区内でも五条防止及び八両編成であることを強調するため武蔵野線と呼ばれる。これは東京駅新奈良市の 海浜幕張駅でも同様である。例外として、前述した重量編成の京王線、車両を西船橋駅も武蔵野線と案内される。東京駅発着の武蔵野線直通列車は、2013年3月15日まで、原則として、全列車とも快速として運行された。この運行形態は新木場駅暫定開業時から行われており、当時は、 火災臨海公園駅を通過していた。2002年11月30日までは平日と、と休日で、停車駅が異なり、と休日の列車には、武蔵のドリームの愛称がついていたが、翌12月1日のダイヤ改正で愛称が廃止された。その後も東京駅、蘇我方面間を結ぶ京王線快速が、市川塩浜駅を通過するのに対して、 武蔵野線直通列車は、市川塩浜駅に停車するという違いがあることから、京葉線内では、武蔵野快速と案内された。平日と、と休日の停車駅が異なることは、2013年3月16日のダイヤ改正により、快速が廃止されるまで続いた。2010年3月13日の改正で、日中1時間あたり2本から3本に増発され、 朝夕は1時間あたり3から5本運転されていた。平日朝の下りの一部列車は、火災臨海公園駅を通過して、各駅停車を追い越していた。一部列車は、新浦安駅、または、火災臨海公園駅で、特急列車の通過待ちを行っていた。2013年3月16日のダイヤ改正より、東京駅発着列車は、快速運転から、 各駅停車となった。現在も一部列車は新浦安駅もしくは、火災臨海公園駅で、特急列車の通過待ちを行うほか、平日夕ラッシュ時の下り日本は、新浦安駅で、京葉線の快速の待ち合わせを行う列車もある。なお、発車表の案内は、各駅停車ではなく、武蔵野線となっている。南船橋駅発着の武蔵野線直通列車は、 日中時間帯で1時間に3本運行されている。この時間帯の南船橋駅発着列車は南船橋駅で、蘇我東京方面両方に接続している。前述の通り、沿線に東京ディズニーリゾートなどの観光施設を抱えている。ことから、最寄り駅の舞浜駅などに停車する、東京駅発着の臨時列車が土曜、休日や、 ゴールデンウィーク夏休み冬休みを中心に設定されることがある。常磐線日立方面からの舞浜東京ベエリア号や東京駅仙台駅間で5 8 3系を使用した臨時夜高快速列車ムーンライト仙台ムーンライト東京が運転されていた。舞浜東京ベエリア号は以前はワクワク舞浜東京号ワンダーランド号 イクスピアリ号として運行されていた。このほか幕張メッセで行われる大規模イベントに合わせて、団体貸切などを含む海浜幕張発着の臨時列車が運行されたこともある。週夜運転例年、大晦日の深夜から元日の早朝にかけて、東京ディズニーリゾートでは、年越しイベントとオールナイト営業、幕張メッセでは、カウントダウンジャパンが行われることから、 終夜運転が実施されている。2020年度は、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、東京ディズニーリゾートとカウントダウンジャパンが、年越しイベントの開催を取りやめたため、本路線での終夜運転や臨時列車の運転は、中止となった。2000年12月2日のダイヤ改正より、日本貨物鉄道による貨物列車が、西船橋駅、 蘇我駅間で乗り入れを開始した。京葉臨海鉄道からの車扱い貨物とコンテナ列車が乗り入れる。これらの列車は、総武本線、新近貨物線経由で、武蔵野線などを走っていたが、京葉線経由にシフトした結果、以前のルートより最大8時間35分短縮することができ、千葉方面から日本各地への貨物輸送の一層の効率化が、 図られた。電気機関車は、高崎機関区の A200 型と新鶴見機関区の e f 6 5系、e f 2 1 0系、岡山機関区の EF210 型が入線する。東京駅延伸開業前の1990年3月9日までの京葉線は、各駅停車のみの運転であったが、1988年12月の、 新木場駅までの暫定開業時に、武蔵野線直通電車は、火災臨海公園駅を通過するダイヤが組まれた。1990年3月10日の、東京駅延伸開業と全線開通により、臨海副都心や火災臨海公園、東京ディズニーリゾート、幕張新都心など、再開発地域、観光施設を沿線に抱えることから、快速電車の本数が、 比較的多いダイヤを組み、平日、土曜は、火災委員会公園駅を通過、休日は、八丁堀駅、新木場駅を通過とし、休日の快速は、マリンドリーム、武蔵野線直通電車は、武蔵野ドリームという愛称で運行されていた。当初、快速、マリンドリームと、快速、武蔵野ドリームは新木場駅を通過していた一方、 加西臨海公園駅には終日停車していた。また、京葉快速は当初は、海浜幕張駅と千葉港駅は終日通過であった。2002年12月1日に、開業以来初となる白紙ダイヤ改正が行われた。この改正では、日中の運転間隔均等化、朝ラッシュ時の快速電車と、各駅停車の混雑の均等化のほか、 快速電車の停車駅追加が行われた。平日と土曜、休日の停車駅が統一されたことから、快速の相性は廃止された。結果として、朝ラッシュ時の上り快速は、通勤快速の対比に伴い、スピードダウン、海浜幕張駅、蘇我駅間の日中における1時間あたりの本数は、減少、土曜、休日日中の上り快速もスピードダウンとなった。また、 日中の武蔵野線直通の海品幕張駅発、着電車が廃止されたが、長赤時間帯に、同駅発着の武蔵野線直通が増発されたため、総運転本数は変わっていない。2004年10月16日に、通勤快速が新規場駅に停車するようになった。さらに9年後の2013年3月16日のダイヤ改正で、武蔵野線直通列車が、 各駅停車となり、現行のダイヤに至っている。すべて電車で運転されている。通勤系車両は、武蔵野専用を含め、千葉市社京容車両センター所属、特急系車両は、同幕張車両センター所属である。特急特急、さざ波、和菓子をように、以下の車両が使用されている。快速、各駅停車すべて片側4ドアの車両であり、 京王専用車両は10両編成、武蔵野線からの乗り入れ車両は8両編成である。京王専用、ステンレス車両は、ラインカラーである、ワインレッドの帯を巻いている。2011年まで運用されていた2 0 1系や2005年まで運用されていた1 0 3系の車体色は、京浜東北線と同様のスカイブルーだった。これは、東京湾の海の色をイメージしたことと、 当線に最初に投入された1 0 3系の半数以上が京浜東北線からの転入者だったこと、101K を使用したワインレッドの試験塗装が思わしくなかったためである。新木場開業の頃には奈良市の電車区から借り入れた木午後の1 0 3系も運用されていたことがある。武蔵野線から乗り入れる車両はオレンジ色と茶色の帯を巻いている。 かつて運用されていた 103.201K は、オレンジ一色であった。特急特急、さざなみ和菓子をように、以下の車両が使用されていた。快速、各駅停車快速、各駅停車として、以下の車両が使用されていた。東京駅、蘇我駅間には、総武本線、外房線との間に、経路特定区間が設定されている。この区間を経由する場合は、 総武本線、外房線経由で、運賃計算を行い、いずれの経路を経由することも、経路上で途中下車をすることも可能である。また、電車大環状線通過の規定により、蘇我駅苑と三河島駅苑、川口駅苑、北赤羽駅、大久保駅苑のいずれかとの総合発着の場合は、本千葉駅、新小岩駅経由の上、金市町駅、秋葉原駅、日暮里駅、 赤羽駅、新宿駅の経路で運賃を計算する。京葉線の東京駅ホームは、東京駅と有楽町駅の中間に位置しており、そのため、有楽町駅有人改札及び、京葉線もより有人改札では、同区間を、駅外を通って乗り継ぐ場合に、乗り継ぎ券を発行している。前述したように、京葉線と東京臨海高速鉄道臨海線は、もともと、 東京外環状線建設計画の中で同時に、計画された路線のため、新木場駅の蘇我寄りで線路がつながっており、臨海線が新木場駅、東京テレポート駅で部分開業した際、東京臨海高速鉄道70-000、000軽電車の検査を、軽用電車区に委託していたため、同社が本連絡線を使用して行き来していた。 ヤシオ車両基地と東京貨物ターミナル駅も容易に接続できるが、臨海線の構造物の強度上、貨物列車の走行は難しい。だが、当初の計画通りに東京貨物ターミナルで臨海線が接続された場合には、東海道貨物線を経由して、横浜駅方面への東海道本線への直通旅客列車の運行が可能となり、現状でも、 京葉線から新木場駅、臨海線大崎駅山手貨物線、埼京線、川越線、さらに新宿駅から中央本線、東北貨物線の使用によって高崎線や東北本線との直通列車の運行が物理的には可能となっている乗客が特定の団体客に限られ普通乗車券やスイなどの乗車カードの運賃処理の問題がない団体列車などでは 臨海線を介した直通列車が運転されることがある。2012年3月6日から9日、幕張メッセにおける第37回国際食品飲料店開催にあたり、フーデックス主催者である日本のオリツ協会が招待客用に特別列車をチャーターする形で直通運転が実現した。新宿駅から臨海線に乗り入れ、 幕張メッセの最寄り駅の海浜幕張駅までを結ぶ特別列車が1日1本だけ運行されたが臨海線経由で海浜幕張駅まで JR 東日本の列車が走ったのは初めてで千葉県千葉市と関係機関は実績を積み上げ定期的な直通運転を実現させるための要請を強化する方針としている旅客が臨海線を介して JR 線を乗り継ぐ場合、通過連絡による前後の JR 線距離を通算した連絡乗車券が発売されていないため、現状の普通乗車券やスイカなどの乗車カードでは、接続駅となる大崎駅、大井町駅、新木場駅で運賃が別に加算され、距離の割に割高になるが、休日お出かけパスなどの東京周辺の JR 線を自由に、 乗り降り可能な特別規格乗車券では臨海線や JR 東日本が参加に入れた東京モノレールも対象に加えるようになったものが多い。JR 東日本が計画している羽田空港と新宿駅や東京駅などの東京都心部を結ぶ新路線羽田空港アクセス線では臨海線を介して新木場駅方面をつなぐ臨海部ルートを 京王線に延伸させ、舞浜駅まで直通運転させる方針であることが2014年8月や2020年2月に報じられている。なお、東京臨海高速鉄道は9割町の株式を東京都庁が保有しているため、前述の運賃問題や株式譲渡などを含めて東京都との協議が課題となる。東京湾岸を走ることにより、強風など気象条件に弱い。 海岸沿いの高架線を走るため、海風の影響を強く受け、強風などの好天の時は運転中止やダイヤの大幅な乱れに見舞われやすい。このため、沿線では、強風対策を求める声が上がり、2007年に一部の高架橋の海側に風対策フェンスが設置された。さらに2010年、塩見駅火災臨海公園駅間の両側と、 ふたまた新町駅南船橋駅間の海側で新たな防風柵の設置工事を開始し、2012年10月31日から全面的に使用を開始している。JR 東日本千葉支社によれば、防風柵設置後は運転見合わせが設置前の約9割減となっている。ダイヤが乱れた時は、武蔵野線との直通運転を中止し、 同線用の8両編成の電車が、京葉線内の東京駅西船橋駅間のみで運用され、赤帯の E233 系重量編成なども、西船橋駅まで運用されることがある。京葉線は周辺に、他の鉄道路線がないエリアを走行しているため、運転を見合わせると、駅に接続する、路線バスを除き代替交通手段がなくなる。 東京駅から新木場駅間東京駅の京葉線ホームは東海道新幹線八重洲南乗り換え口コンコースから約300メートル南東京都道406号公共前丹野橋線の直下の地下にある1974年に成田新幹線が着工された際成田新幹線の東京駅として計画されていた場所に位置しているが 1983年の工事凍結までに当時の国鉄により作られたのは現在乗り換え通路として使われている通路の一部だけでホームについてはその後 JR 東日本により工事が新たに開始京王線の駅として完成した各新幹線や他の在来線ホームと離れた場所にあり他の路線との乗り換えに徒歩で10から15分程度を要するため 途中に動く歩道が設置されている。東京駅を出ると丹野京通りの直下を進む。中央区に入ると、首都高速八重洲線を潜って右へカーブして、南東を向き、東京メトロ銀座線と都営地下鉄浅草線を相次いで潜る。首都高速と新環状線と交差すると左へ、カーブして、東を向き、東京メトロ日比谷線が接続する八丁堀駅に至る。 同駅は東京駅の補完的役割も果たしている。駅周辺は典型的なオフィス街である。八丁堀駅を出ると右へカーブして丹野橋通りから分かれ亀島川を潜る。カーブを抜けて南東を向くと隅田川と晴海運河を潜って江東区に入り都営地下鉄大江戸線をまたぐと越中島駅に至る。東京23区内の JR 駅で 最も利用客数が少ない駅だが、駅直上に、東京海洋大学越中島キャンパスがあるため、大学生の利用がある。越中島駅は、大江戸線の月島駅と、門前中町駅との間の線路のすぐ近くにあるが、大江戸線に、駅はない。越中島駅を出ると、道路の直下を通り、左へカーブして、塩浜運河と平急川を相次いで潜る。 カーブを抜け東を向くと、首都高速9号深川線と交差し地上に出る。このトンネルの出口は、東京支社と千葉支社の境界でもある。ここまでの区間は、成田新幹線用に検討された用地を活用して、建設された区間で、同新幹線はこのまま等身して、東京メトロ東西線に並行する予定であった。京葉線は、越中島貨物駅の横を通り、 高架を登りながら、右へカーブして、南東を、向き潮見運河を渡って、潮見駅に至る。駅周辺は、駅開業前は、倉庫や造船所、鉄工所といった典型的な巡航業地域だったが、駅開業を機に集合住宅開発が急速に、進行し、現在は、集合住宅や、大型商業施設が混在する地域となっている。潮見運河と、 篠ノノ北運河の合流地点にかかる橋梁を渡る、電車潮見駅を出ると右へカーブして、南を向き、右側の潮見ゲートスクエアを過ぎると、明けぼの運河を高い高架で渡る。この高い高架からは右手に東京アクアティクスセンターや、丸太が貯留されている広大な新木場を、左手に、夢の島を見渡すことができる。 東京タツミ国際水泳場が見えると左へカーブし、大規模なトラス橋で、明けぼの運河と、国道357号、首都高速湾岸線をまたぎ、カーブを抜けて、東を向き右手から、東京臨海高速鉄道臨海線と東京メトロ、有楽町線が合流して新木場駅に至る。駅南側は、駅名の通り木材関連企業が多いが、近年は、 開発が進み NEC ソリューションイノベータの本社など、大企業のオフィスも軒を連ねるようになったほか、駅北側は、スポーツ公園や熱帯植物園のある取むの、島公園となっている。新規バイキから新村安駅間新規バイキを出ると、国道357号と、首都高速湾岸線と、並行して進む。間もなく、高架を降り、 一層下の東京臨海高速鉄道臨海線の連絡線と合流する。この連絡線は、京葉線と東京臨海高速鉄道臨海線が、共に東京外環状線の一部として計画された名残で、現在定期列車は運転されておらず、京葉線最強線方面の一部の団体列車などが、この連絡線を使用する。右へカーブすると右手に、 東京地下鉄新木場車両基地の引き込み線が分かれ、荒川を渡る。この橋梁は、荒川と中川の河口に架橋されており、右側には、東京湾が広がる。荒川を渡ると、江戸川区に入り、左側の首都高速火災ジャンクション、右側の火災臨海公園付近を過ぎると右へ、カーブ市南東を、向き火災臨海公園駅に至る。 駅南側の火災臨海公園は、降落地としてにぎわっているのに対し、駅北側は、東京都下水道局火災水再生センターがあるほか、工場や倉庫が立ち並んでいる。火災臨海公園駅を出ると、旧江戸川を渡る。この橋梁も、旧江戸川の河口に架橋されている。旧江戸川を渡ると、千葉県浦安市に入り、国道357号と、 首都高速湾岸線が分かれ東京ディズニーリゾートの最寄り駅である舞浜駅に至る。駅南側はディズニーリゾートラインのリゾートゲートウェイステーション駅などディズニー関連施設が多く、一方駅北側は京成不動産が開発した住宅街が広がっている。舞浜駅を出ると左へカーブしてみ、秋川を渡る。カーブを抜けて北東を向くと工場街や 住宅街の中を進み、境川を渡って新浦安駅に至る。駅周辺は、都市基盤整備公団や民間企業によって整備された、オフィスや、集合住宅、大型商業施設が軒を連ねており、東京メトロ東西線浦安駅とともに、浦安市の中心市街地を形成している。新浦安駅海浜幕張駅間新浦安駅を、 出ると左へカーブして猫ザネ川を渡って、市川市に入り、三番瀬と左側の工場街に沿って進む。右手から三番瀬が離れると、市川塩浜駅に至る。駅周辺は、典型的な工業地域だが、駅北西は、特別緑地保全地区に指定され、区内町、新居浜鴨場と市川野町の楽園がある。また駅近くには、 アマゾン日本法人の物流拠点の一つであるアマゾン、市川フルフィルメントセンターがある。市川塩浜駅を出ると右へカーブして、北東を向き、左手から、再び国道357号と、首都高速湾岸線が並行する。運河を渡って右へカーブすると江戸川を渡り、左に高谷ジャンクションが見え、並行していた、首都高速湾岸線が、 東関東自動車道に名称を変える。さらにもう一つの運河を渡ると、高谷市線を分けて、高架を上りまま川を横断、高架を折り左手に一層下の高谷市線が分かれ、右にカーブして、運河を渡り二股新町駅に至る。駅ホーム東端で左手から合流した二股市線の、高架を潜る。駅周辺は、市川塩浜駅同様工業地域であり、 ホームセンター湖南市川原木店がある以外は、ほとんどが、工場や倉庫である。二股新町駅を出ると右へカーブして、二股川を渡って、船橋市に入る。高架を上り一層上の二股支線と合流し、高架を降りて、南海上川を渡ると両手に、住宅街が広がり、渡積川と海老川を相次いで渡ると右へカーブして、南船橋駅に至る。 駅北西には、ガラポート東京米、駅北側には、船橋競馬場がある。駅南側は、駅南西に船橋オートレース場があるほかは、集合住宅が立ち並んでいるが、現在は、駅南西にあった、ガラポートスキードームスソース跡地の再開発で、回転した池や船橋がある。南船橋駅を出ると、奈良市の市に入り、右へカーブしながら、 多日日潟を高架で渡っていく。多日日潟を渡ると左へカーブして、南東を向き、右側の工場街に沿って進み、市街地に入って新奈良市の駅に至る。駅周辺は、駅開業前は、駅北側に、奈良市野市秋津公園サッカー場がある以外は空き地が、目立ち換算としていたが、近年は、開発が進み商業施設や住宅がの木を連ねている。 新奈良市の駅を出ると菊田川を渡り、左側の霞公園に沿いながら、下り線が、高架から地上に降りる。左手に、国道357号と、東関東自動車道が分かれ、千葉市三浜区に入る。左側の京葉車両センター、右側の4モール幕張新都心に沿って進む。この付近には、新駅、幕張豊佐駅が2023年春に、 開業予定である。前方の高層ビルに近づくと、再び高架を上り、浜田川を渡って、市街地に入り海浜幕張駅に至る。幕張新都心の中心であり、駅周辺は、幕張メッセやゾゾマリンスタジアム、三井アウトレットパーク幕張を賑わいを見せ、イオングループやシャープなど大企業が入る高層ビルや、大型集合住宅も立ち並んでいるが、 現在も一部空き地があり、開発が進められている状況である。海浜幕張駅、蘇我駅間海浜幕張駅を出ると、幕張海浜公園をまたいで海浜ニュータウンに入っていく。右側には、街並みや景観などが、西欧風に統一された、幕張ベイタウンがある。花見川を渡ると住宅街の中を進み、ケミ川浜駅に至る。駅周辺は、 集合住宅が立ち並ぶ一方で、三浜区の行政の中心であり、三浜区役所の他郵便局や、消防署、警察署などの公共施設が多い。ケミ川浜駅を出ると住宅街の中を進む。左へカーブして、草の水路を渡って、東を向き稲毛海岸駅に至る。駅周辺は、海浜ニュータウンで最初に入居が開始された地域で、現在は、 海浜ニュータウンの中心となっており、商業施設が多く大型集合住宅もの木を連ねている。今下海岸駅を出ると右へカーブして南東を向く。右側の高層住宅群はパイロットハウスといい、建設省などが主催して行われた将来、住宅コンクールに出展されたものである。カーブを抜けたところが新興信号場となり、 クロスナ水路を渡ると上下本線が高架から地上に下り、右手に自動車学校や商業施設などが続く。ここは千葉貨物ターミナル駅の跡地である。進行信号上の下りた避線が高架構造となっているのは、この下りた避線はもともと上り本線として使用されており、下り本線から千葉貨物ターミナル駅への入場分岐線の 設置計画があったため、上り本線と入場分岐線の交点を立体交差としたものである。下り対比線が高架を降りて合流し、古戦橋を潜ると、再び高架を上り中央区に入って、千葉港駅に至る。駅東側と南側は、千葉市の行政の中心であり、千葉市役所のほか警察署や郵便局などの公共施設が多い。 駅南西には、千葉港があり、工場や倉庫が立ち並ぶ地域となっているが、駅南側に千葉ポートパークや千葉ポートタワーなどがあり、賑わっているほか、駅周辺の空地も開発が進められている。千葉港駅を出ると左に、千葉都市モノレール1号線が分かれ、右側の千葉港近くを過ぎると左へカーブして、東を向く。右へカーブして、 南を向くとサンド国道357号と並行し、戸川を渡る。右側の JFE スチール東日本製鉄所付近で、左へカーブし南東を向いて、国道357号をまたいで右手に分かれ、右へカーブし再び南を向き左手に、外房線が合流して高架から地上に下り、蘇我駅に至る。駅周辺はもともと、 川崎製鉄の企業城下町であり、現在も JFE スチール関連施設が多いが、近年は再開発も進められており、福田電子アリーナやハーバーシティ、ソガなどの大型商業施設がある。京葉線はソガ駅が終点となっているが、一部の旅客列車は内房線や外房線に、貨物列車は京葉臨海鉄道臨海本線に直通する。 市川塩浜駅西船橋駅間は高谷支線、西船橋駅南船橋駅間は二股支線とも呼称される。本線の市川塩浜駅南船橋駅間と西船橋駅を中心とするこの2本の支線によりデルタ線が構成されている。両支線の名称は本線から分岐する地点がそれぞれ高谷と二股であることから名付けられている。 ただし、二股にある二股新町駅に、二股支線のホームは設置されていない。高谷支線は、市川塩浜駅を出ると、しばらくの間本線上を進む。江戸川と運河を渡ると本線から分かれ、左側の首都高速、高谷ジャンクション付近で高架を下っていく。ママ川を渡り、前方に、二股新町駅が見えると左へカーブして一層上の、 本線から分かれ、高架を登りながら、国道357号と、東関東自動車道をまたぐ。カーブの途中で右に、二股支線が現れ、カーブを抜けて、北を向くと一層上の二股支線が高架を下って、合流し、京葉道路と二股川を相次いでまたいで、船橋市に入ると、西船橋駅に至る。総武尖閣駅停車と東京メトロ東西線。 東洋高速鉄道東洋高速線が接続する千葉県内の主要駅の一つであり、駅周辺は大型集合住宅などが増えている。西船橋駅の京葉線ホームは他線のホームの上で直行する南北方向に建設され、大半の列車はそのまま武蔵野線に直通する。一方、二股市線で西船橋から向かう場合は、 上記の高谷支線のルートを逆に進んだ後、分岐点で左側にカーブして進む。東関東自動車道と湾岸道路に挟まれた空間を高架で抜けると、右側に二股新町駅が見え、駅前ロータリーの前を通過するが、ホームは設置されていないためそのまま通過する。二股新町駅の先で本線に合流し、そのまま本線上を進んで、 南船橋駅に至る。東京駅越中島駅間が、東京支社、潮見駅、蘇我駅間、市川塩浜駅西船橋駅間、西船橋駅南船橋駅間が、千葉支社の管轄であり、越中島駅潮見駅間に、支社協会がある。2020年度の再混雑区間の混雑率は102%で、ある。 1996年度以降は190%前後で推移し、並行する東京メトロ東西線に次ぐ混雑路線であった。2008年度のダイヤ改正で、毎時21本に増発した。京葉線の駅と快速停車駅、接続路線、所在地などを一覧として以下に示す。2019年度の時点で、下記の全旅客駅が、 JR 東日本自社による乗車人員集計の対象となっている。本線高谷市線二股市線開通当時は、緑の窓口を省略した駅が多かった。東京開通時点では、越中島駅、塩見駅、葛西臨海公園駅、市川塩浜駅から新奈良市の駅間、千葉港駅が該当した。そのためこれらの駅では1 0 0トル超の乗車券が、 発売できず、1750円以上の切符は1590円の切符をお求めになり着駅、または、社内で生産してくださいと掲示されていた。その後設置されたものの、指定席券売機の導入により、緑の窓口を廃止した駅も多い。単独駅で、緑の窓口が存在するのは新木場駅、舞浜駅、新浦安駅のみとなっている。 東京駅、八丁堀駅、越中島駅の近く間3駅と、蘇我駅を除き、首都圏の多くの線区で導入されていたような、発車メロディは長い間導入されず、電子ベルを使用している駅が多く存在していた。しかし、2004年6月14日に、舞浜駅に、ディズニーのメロディが、2005年3月26日には、海浜幕張駅に、 千葉ロッテマリーンズ応援歌のメロディなどご当地ソングが導入され、2006年8月25日には利用者の増加から新浦安駅で定築性の発車メロディが導入された。その後、老朽化した放送機器の更新を兼ねて2007年3月10日から同年3月25日にかけて、他の電子ベル使用駅についても順次発車メロディが 導入され、すべての駅で導入されている。発車メロディの一部はこの路線でしか採用していないものもある。また、近く間の3駅のコンコースやホームには、待機とは異なる、独自の案内サインが、開業時より設置されている。ただし、近年は、待機と同様の標準タイプに変更されたものも、見られる。ホーム番線は、蘇我駅を除き、 下り線から一番線となっている。幕張豊かさ駅千葉市三浜区のイオンモール幕張、新都心付近への新駅設置について、2018年4月に、イオンモール、千葉県、千葉市、JR 東日本の4社で、基本協定の締結がなされた。この地区への駅設置の動きは1991年頃から、あったが、1998年に一旦立ち消えに、 なっていた。その後、イオンモール幕張新都心が開業した2013年から実現に向けた動きが再び起こり、2016年には千葉県企業庁、千葉市、奈良市の市、イオンモールの4社で幕張新都心拡大地区新駅設置調査会を設置した。調査会から基本調査の依頼を受けた JR 東日本は2017年1月に 事業費130億円、後期約6年とする結果を示した。その資料によると、地上1階部分に下り線ホームを、高架2階部分に上り線ホームを設置、南側地上の駅舎からホームへと続く階段や、エスカレーター、エレベーターなどは上下線の間に設置することとされている。2020年5月に着工を開始している。 当初は2024年度の開業を予定していたが、一部の着工を前倒しすることで1年早い2023年春の完成を目指している。費用に関しては、イオンモールが2分の1、千葉県と千葉市、JR 東日本が各6分の1を負担する。なお、調査会に名を連ねていた奈良市の市は、費用負担をしない方針を打ち出したため、上記の合意から外れている。 2021年6月に駅名が公募され、同年10月29日に幕張豊か駅に決定したと発表された。千葉港駅、蘇我駅間、フェスティバルウォーク、蘇我付近に新駅を設置する構想が存在する。ありがとうございます。